どうしたリディア、お前の方から来るなんて珍しい。エドガーを助けてほしいの、お願い。どうして俺にそんなことを頼みに来るんだ。毒薬が使われたの。ケルピー、あなたには水を浄化する力があるでしょ。彼の体から毒を消す方法を知ってるはずよ。人間に教えるとろくなことにならないんだ。教えて、誰にも言わないから。あいつが死ねばお前を連れて帰れる。リディア、俺はお前と結婚してみたい。結婚は以前交わした約束がまだあるからできない。でもあなたと一緒に妖精の国で暮らすことならできるわ。悪くない。でもあんな奴のためにフェアリードクターの夢を捨てるのか。仲直りがしたいの。彼が助かって私がもう怒ってなんかいないって伝えられれば。わかった。雪解けの湧き水みたいな綺麗な味。この血をどうすればいいの？奴に口移しで飲ませてやれ。ケルピーの血は空気に触れると効力がなくなる。お前を媒介にするしか奴に届けられない。口移しが嫌なら血の流れに近いところを舐めとけ。この番組は 5PB とご覧のスポンサーの提供でお送りします。えっ、ケルピー臭い。やめろよリディア、ケルピーと取引するなんてバカげてるぞ。なあ、伯爵が死んだって困らないじゃないか。もうスコットランドへ帰ろう。にゃ、助ける方法があるのに何もしなかったらきっと悔やみ続けるもの。ニコ、今までありがとう、そばにいてくれて。先生はどうするんだよ。後で手紙を書くわ。ニコ、私がいなくなってもできれば少しの間だけ父様のお酒の相手をしてあげて。ディディア、自分から男の人に唇で触れるなんて。どこでもいいって言ったって。そうだ、手首。血が足りなかったのかしら。
嫌がらずに口移しでも飲ませるべきだったの。リディア、もう大丈夫よ。あなたは助かったの。夢でよかった。エドガー、僕は年老いて死の床についてた。周りには人が集まっているのに君が見つからなくて焦った。どうしてかな、君がいないはずはないと僕は思い込んでいて、どうして君を失ったのかと必死に思い出そうとして、強引に言い寄って嫌われたんだって。すごく落ち込んだんだ。嫌ってなんかいないわ。もう怒ってなんかいないって、それが言いたくて。夢の中に現れた君も同じことを言ってくれたのかな。リディア、僕は困らない。距離を間違えたくないと君は言うけど、そんなことない。手の届くところまでいきなり胸に飛び込んできてくれたって、僕は困らないよ。エドガー、だからリディア、僕のそばにいて好きになってくれないか。考えとくわ。嫌だと言わないんだね。珍しく好感触だ。あなた、命が助かったばかりだもの。病人も悪くないな。ゆっくり休んで、また明日。あ、おやすみなさい。最後は私が嘘をついてしまった。あなたなら私がいなくたってきっと大丈夫よ。ポールのことはどうしても自分で決着をつけたかったんだ。エドガー様、あなたは私の主人です。私はいつでもあなたの選択を受け入れる覚悟はできております。レイブ、まだ僕のために働いてくれるか。はい、何なりと。旦那様、カールトン教授がお会いしたいと。伯爵、先日私はリディアの選択を受け入れるとお話ししましたね。リディアは人の世ではなく向こう側を選んだようです。彼女が妖精の世界で暮らすことを選んだと。そうです。あなたならリディアを人の世に留めておくことだってできたはずです。それができるのは私ではありません。伯爵、あなたでもなかった。人でなく妖精がリディアの決意を促したのでしょう。妖精、あの水星爆、連れ戻すことは、会って話をすることはできないんでしょうか。私たちにはどうにもできません。ただ受け入れていただくしか。本当にリディアは妖精界をあの馬を選んだのか。お父上を置いてニコさんもご一緒に行ってしまわれたんでしょうか。レイブン、お前は素晴らしいよ。じゃあリディアは僕を助けるためにケルピーとの結婚を承諾したっていうのか。いや違うね。フェアリードクターの責任感とリディアの性分だと俺は思うけどな。僕を思いながらあの野蛮な妖精のもとへ行ってしまったなんて。違うと思うぞ。好きでもない男のために普通そこまでしないだろ。リディアは普通じゃないからな。ニコ、教えてくれ。君は妖精の世界とこちら側を行き来できるんだろ。僕に道を教えてくれるだけでいい。普通の人間を妖精界へ連れてけなんて無茶言うなよ。トップハットとブーツでどうだ。紳士の必需品だろ。ん？でもリディアはケルピーと取引しちゃったんだぜ。マリーゴールドとスイートピーはまだいるのか。おい、伯爵がお呼びだぞ。ご用でしょうか。
君たちの女王のところへ案内してもらいたいんだ。何言ってんだよあんた、妖精との結婚を受けるつもりか。月の指輪が必要ですわ。以前青木伯爵様は婚約の誓いは月と取り交わさなければならないのだとおっしゃいました。ですからあの月を身につけ誓いの証としていただかなければなりません、うん、まずは指輪を取り戻そう。あんた何たくらんでんだよ。お前は。ああ、なんだ。動いたやつから先に死んでもらうことになるからね。生きていたのか。さて諸君たちはスカーレットムーンの団員か。青木氏伯爵に血の誓いを立てたその同志というなら君たちは僕のしもべだということだ。偽物が何を言う。青木氏伯爵の守護妖精を名乗る偽物のフラントル。黙れ。